こんにちは、法政大学3年の中村太一です。この動画では普段僕たちが行っているワークアウトを紹介しようと思います。今回はこのリップコーンを使います。このコーンは普通のコーンと違って持ちやすいようにグリップがついているのと、底が広く硬くて少し重いのが特徴です。安定感のあるコーンを使うことも今回のワークアウトのポイントです。1つ目のワークアウトは2人1組のハンドリングのワークアウトです。2つ目のワークアウトはドライブ&フィニッシュのワークアウトです。3つ目のワークアウトはピック&ロールを想定したスネークドリブルのワークアウトです。ではよろしくお願いします。このメニューは2人1組のハンドリングワークアウトです。やり方はペアの人にリップコーンを投げてもらいキャッチします。フロントチェンジで持ち替えてレッグスルーで持ち替えた後に床に置いていきます。3つ重ねた後ペアの人に方向指示をしてもらい、刺された方向にリップコーンを持ちドリブルで抜きます。ポイントは3つあります。1つ目はしっかりルックアップすること。ルックアップを意識しながらリップコーンを扱うことでゲーム中のハードな状況でも周りがしっかりと見えます。2つ目はドリブルを強くつくことです。これはどのワークアウトにも通じますが、ドリブルを強くつくことでゲーム中の激しいぶつかり合いにも負けないようになります。3つ目は最後のドリブルの時にリップコーンを持ったサイドの肩をしっかりと入れてペアを抜くことです。これもゲームを想定しています。相手の反応を見てそれに対してアクションをする、これが大切です。リップコーンはグリップがあるので掴みやすく、素早いドリブルチェンジにも対応できます。重ねた後まとまるので最後のドリブルにもつなげられます。このメニューはドライブ&フィニッシュワークアウトです。やり方は椅子などを置き、その斜め後ろにリップコーンを置きます。その流れまでにリップコーンを使ってコンビネーションを入れ込みます。そこからしっかり肩を入れリップコーンを持ちフィニッシュに行きます。ポイントは2つあります。1つ目はディフェンスを抜いていく際に低い姿勢で抜いていくことです。低い姿勢を保たないと相手にぶつかれた時に押されてしまったりトップスピードに乗れません。2つ目はフィニッシュの際にリップコーンを持つ手をしっかり上げて相手ディフェンスをブロックすることです。このワークアウトでもドリブルのコンビネーションは自分で変えていき、ゲームライクな状況を設定できます。メニューはピック&ロールを想定したスネークドリブルのワークアウトです。やり方はピック&ロールの場面を想定して切り返した時にリップコーンを拾います。そしてフリースローラインの場所に置いたリップコーンに重ねフィニッシュします。1つ目はドリブルの数です。少ないドリブルでスクリーナーを巻きつけるようなドリブルの動きを意識しましょう。2つ目はゲームをイメージすることです。そこにディフェンスがいるということをイメージしてワークアウトを行いましょう。実際のゲームではディフェンスがいるのでルックアップして相手の動きを見る意識や緩急をつけてしっかりとピックにかけるイメージを持ちましょう。リップコーンは硬さがあるので強く扱っても壊れません。スピードを意識しましょう。いろいろな箇所の凝りを取り除けるのがいいところです。チームメイトにもおすすめしています。今回はリップコーンを使ったワークアウトを紹介しました。僕もコーンなどを使って日々ボールハンドリングに励んでいます。今後世界で戦っていくためにはビッグガードが必要だと思っています。身長の高い皆さん、ハンドリングを頑張っていきましょう。僕も頑張ります。今日はありがとうございました。